どうも、バタです。今日はね、あのね,ね、平成がね、終わる日です。もんでね、うん。まあ、天皇が退位する日だからさ、うん。それでね、ね、今日の動画は、ね、こんまあ,あの、平成のことを語っていきたいと思います。うん。まあね、ちょっとじっくりね、語っていきたいと思います。そんじゃあ、 どうぞもその前にもしよければチャンネル登録とあの通知オンをしてください、まあ、あの通知オンとチャンネル登録を一緒にするといち早く僕の,のチャンネルの動画が早く見られますまああのねえねえ動画各動画でねえ あの終了画面またはね右下画面の右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録とあの通知オンをしてくださいバタのチャンネルの SNS もやっています TwitterFacebookInstagram をやっていてね まあ、とまああのついでに登録すると、ね、あの、ね、新しい動画の、このあのあ公開する前に、あの告知で報告するもんでね、それもね、あの、SMS もをあ、もう、あの登録してください、もしよければね。まあ、あの、ね、SM、SL、SMS は、 各動画の、ね、説明欄に,のにあのリンクを貼っていますのでね、ぜひ確認してください。もしこの動画があの良ければ、ね、あのグッドボタン、高評価を押してください。お願いします。まあねちょっと平成を語って 行く前にさ、ちょっと僕ね、ね、実はというとね、昭和生まれなんですが、まあ僕ね、昭和は62年、かっこ1987年の9月25日生まれなんですがね、実はというとね、昭和はあんまし、し、あんまわかってい,いません。なぜかというとね、僕ね、あのー、ね、まだあの、 の、の、ま、0歳か、0歳と1歳だもんでね。まあその時はあんまし記憶は、は、覚えていません。もんでね。うん。まあそんなことね。ちょっとずれ、ずれとった、<laughs> ね、レンズがね。うん。まあね。ちょっとな、あのー、昭和のことはあんま知らないけどもね。 まあ平成のことは少しぐらいはね、分かっている感じがします。ね、うんじゃあねとりあえずさ平成でなんかね出来事とかさなんか流行りのものとかさね、うん、僕が分かっているところだけちょっと語っていきましょうかね。うんんまあ僕が分かっているとこころはこんな感じに 感じです。僕が分かっているところはね。うん。まず90年代でね。うん。まあ、あの、平成元年にはね、あの、ゲームボーイが登場しました。と年でもあ,ありました。まあ、どっかお出かけの時にね,ね、ゲームやりたいっていう子もおるからさ、まあ、ゲームボーイが登場したんだと思いますね。うん。<laughs> 次にね、 あの、ソニーからね、プレイステーションが登場してね、ね、あの、次世代機90年代の次世代機でもある、プレイステーションがすんごい大ヒットしましたね、うん。まあ確かにニンテンドのもんが出てなかったけどね、うん。確かあの64より、まあニンテンドが出した64よりもすっごい売れたらしいですね、うん。 そして、今で言う、そしてさ、あの次にさ、エヴァンゲリオンが社会現象にもなったとしてもありました。確かエヴァンゲリオンって言うと、うおーとかっていうや、いうさ、ま、ああのロボットではなくてさ、ちょっとね、あの、人間の中身みたいなやつだな。<laughs> まあ、あの子供にはちょっとね、 子供にはすごくあのトラウマがあったもんな <laughs> エヴァンゲリオンさ確かね最初にやった深夜アニメでもあるそうですまあそこはわからんけどねうんまあ最初の大人向けのアニメでもいいかなうんまあねエヴァンゲリオンがブンヒットしてさね社会現象になったなんてすげえ と思いましたね <laughs> そして次がねポケモンが,が大ブームうーまあエヴァンゲリオンと同じみたいにポケモンが大ブームを起こしましたね、うん、まあ確かになポケモンはあの1995年に誕生したいや1996年ぐらいに,に誕生した あのゲームでもあってね <laughs> でねまああのー、ねねえ最初は赤と緑で発売してねまああのポケモンポケモン交換やねまああのポケモンを育てたりさポケモン対戦したりさ交換することがねちょっと社会現象にもなりましたねうん後になったらね あの、女の子にもポケモンが好きになる子もおりました。ね、うん。まあ、かわいいポケモンがよう、よう登場しとったからな。<laughs> まあね、うん。女の子でも男の子でも、ね、あの、ポケモンが社会、ポケモンが流行りました。のもあります。まあね、こん 今年のポケモンの映画はね、ミュウツーの逆襲がね、c g アニメとしてね、あの、復活するそうだもんでね、まあエボリューションなんですがね、ミュウツーの逆襲、エボリューションでね、まあ僕は見ない予定でおります。まあただあのミュ,ミュウツーの逆襲見たもんでね、うん、僕ね、ちょっとミュウツー、 の逆手が CG になっただけだもんでね、全く見る気がないと思います <laughs>。まあね <laughs>。そしてね、ね、あの、2000年代行きましょうね。2000年代で言うとね、あのね、1999年に登場したベイブレードが大ブームを起こしました。ね、うん。まあね、今、 まあ前ああの,のまあドラグーンとかねぼかしてるのはドラグーンとかさドランザーのやつなんだけどもねうんまああのバーストで復刻されたからね <laughs> まあこれがまあ今のベイブレードだとこんな感じでねうんまあベイブレードバーストって言うんですけどもねバースまああの,の破壊するやつ 破壊されるやつなんだけどね、うん、まあ、破壊機能も対応したやつ,やつでもありますね、うん。まあ、今のベイブレードはね、うんまあ、社会現象おお起きたもんな、ベイブレードがね。うんあ、ここには載ってないけどもね、2004年にはね、なんと、ニンテンドと DS が大ヒットした年でもありました。まあ、大ヒットした。 あたのもあります2004年ねうんまあそれでねあの画面が2つあってね上は普通の画面で下がねタッチペンとかせとかさ指でね操作すると、ね、ああいう動くやつでもあったからな <laughs> これ社会現象になったもんなうんまあ2006年で言うと3月がね タカラトミーが合併してタカラトミーが成立設立した年でもあります2006年ねうんまあねタカラトミーみんな十何年やっとるもんなうんまあねちょっとね対まああのタカラトミー対まあバンダイに対抗してでやったんかなと思ったんですがねうん まあ、そんな感じかな。うん。今ではね、高カアアーツ、友人では高カアアーツになってさ、ね、うん。まあ、そんな風にさ、高カグループが、が、設立しとるもんでね、うん。まあね、高カ関係の会社が、子会社が集まってるのが高カグループでもありますね。うん。まあ、 ちなみにさ、2006年なんですがね、実はというと、これ、この年、2006年か2005年かわかんないけどもね、この年にはね、YouTube がね、登場しました。もうね、うん。まあ、あの、海外のさ、まあ、ね、これ YouTube、あ でね、まあ動画あ出しとるもんでね、うん。いっぱい出したもんな。<laughs> 出しとるも,もんでね。うん、まあヒカキンとかがさ、はじめ社長とかな、いろんな有名 YouTuber が登場してるもんでね。まあ今のところ、今でも YouTube はね、ね、まああの、ね、えっと、社会現、まああの、 将来子供が将来なりたい職業の第3位にもなりましたほんでねこれすげえな <laughs> まあねあの2010年にはね収益が収益機能が入っ,入っちゃったもんでねまあ YouTube で稼ぐのもいいと思うけどな <laughs> うん ちょっとね、条件は果たさないと,とできないけどな、うん。ね、うん。そして、2008年には稲妻11が登場して、ね、2009年に稲妻11が大ヒットした年でもあります。ね、うん。まあね、あの、レベル5のあの、の、クロスメリア、まあ、て、 クロスメリアでねまあクロスメリアとはあのゲームだけじゃなくてねテレビーとあのおもちゃが,がね連動した,たあのの計画でもあってねその第1弾が稲妻イレブンでもありましたうん。稲妻イレブンはあのサッカーサッカーの,の,あのあゲームでね、うん まあね最初はねゴールキーパーのさ遠藤守が主人公でしたねうんまあ熱血キャプテンでもあったもんな <laughs> まあ今でもねあの稲妻イレブン復活してくれてねまあ今今もやっていますね、うん、そして2010年10年代今ではねまあ2019年でねうん プリティリズムがあのた登場した年代でもありますね、うんまあ。2010から2010はあのプリティリズム最,最初のゲームでもあるミニスカートが、ね、登場しましたね。うんまあ、翌年2011年になると、ね 最初のアニメでもあったプリティリズムオーロラドリームがねあの登場してなうんまあシリーズ3作で Dear My Future とレインボー・ライブががやってね2014年からあのプリパラが登場しましたねうん プリパラがすごい大ヒットし、実はプリパラがね、すんごい大ヒットした。本当にね、うん。まあ、そうだよな、うん。今ではね、まあ、あのー、の、今,で今は、ね、これだな、うん。プリちゃんが、ね、あのやって、やっているもんでね、うん。まあね、プリティシリーズもね、 まあ、確か来年になったら、あの、プリティシリーズが10周年になります。ね、うん。まあ、ね、あの、プリちゃん含めての10周年記念で、あのプリティーオールフレンズが企画しとったからな。<laughs> まあ、ね、どんな感じになるんだろうな。うん まあ来年のプリティリズムでね。うん。あ、そうか。令和令和になったらプリティシリーズが10周年になるんだな。うん。令和でね。うん。そしてね、次にね、あの、任天堂スイッチが、が、すごく大ヒットしました。ね。うん。まあ、確かな。Wii U でね、 なんか、WeeU が、なんか、流行ってなかったからな、ちょっとね、苦難しとったけどもね、スイッチが、ね、大ヒットしたそうだもんね、ねうわー、えーって、ほんとびっくりしましたね、うん。実はね、僕ね、スイッチね、持っとったことあったんですがね、うん、ちょっと売っちゃったな <laughs>、まあね、ちょっと、金欠だったもんでね、<laughs> 売っちゃった。 ねうん、まあなあ <laughs> そりゃいかんと思うけどな手放すなんてな、うん、まあねあのこんな感じでね,ね平成はこんなかん感じでになっていましたね、うん、ちょっとあのねあの暗いニュースは語らんかったけどもねうん まあ、何々が,が登場したとかさ何々が,が社会現象になったとかさあ何々が大ヒットとか大ブームとかを語ったもんでね <laughs> まあねえっとねまあ2010いや間違えたね平成で平成でちょっと悲しいニュースで言うとねまああのサリン事件 まあサリン事件とかね同時多発テロとかイラク戦争とかねえまあそこはちょっと語りたくないな <laughs> イラク戦争とかねえいろんな大変なことばっか起きとったもんでなうんあそうだ90年代でいうとねえあの 怪談ブームももあったもんな <laughs> 確かに言うとね。うん、まあねあの30、平成の31年間、いや、30年間はこんなことが流行ってたりさ、こんなことが起きとったっていうことが、はっきし言うと分かりました。ね。うん。まあ暗いこと、暗いニュースは、ね、そんなに語らんかったけどな。<laughs> ただ暗くなるだけだからな、暗い、暗いこと言うとね、うん。ちょっと次は、あの、平成で発売した、ね、おもちゃや、ね、あの、シリーズを語っていきましょうね、うん。まあね、ちなみにさ、さ、あの、トランスフォーマーとかさ、プラレールや、ね、あの、ね、えっと、トミカとか、 リカちゃんは、ね、とかさ、昭和生まれのやつは、ね、ここには置いてません。ね、うん。まあ今のやつでとす、だとさ、リカちゃんだったら、今のやつだと、ね、あの、の、カレンちゃんとかさ、そういうおしゃれなやつも発売しとったりさ、ね、うん。 あとは、トランスフォーマーだったら、ね、あの、あれが発売しとったりな、うん。まあな、いや、これ、映画のトランスフォーマーのやつが発売したりな、うん。まあ、チョロ Q も、あの、昭和生まれだもんで、出せれんもんでな、うん。まあ今の、 の、超老級とかさ、今のリカちゃんもダサ。まあ、これもね、シリーズとしては、昭和生まれたもんでな、<laughs> うん。まあ、ここに平成で生まれたシリーズを、ね、ちょっとね、見ていきましょう。ただし僕が持ってるやつだからね、うん。持ってないやつはちょっと残念だから出せれんけどな、うん。まずはね、これだな、ビーダマン。 クロスファイトビーダム。まあ、今の、今で言うとね、クロスファイトビーダマンになっとるが、ね。まあね、昔、昔は確かあの、ボンバーマン。ボンバーマンだったもんでね。うん。まあ、確か1993年か94年ぐらいに誕生しました。ビーダマンね。うん。まあ、その頃は、 あの、ボンバーマン、バン、ボンバーマンが、ビーダマン、で、あの、撃つやつになってましたからな。<laughs> まあね、あの、ね、進化し、今、まあ、ビーダマンは、今やってないけども、ね、まあ、こんな風、風な、ね、ね、ビーダマンになりました。ね、うん。 まあ、こんな風だからな、今はね。うん、まあ、今、ビーダーマンは、まあ、やってないけどもね、出てないけどもね、新作がね。うん、そして、次がね、ポケモン。ね、これは今ね、ハロピカなんですがね。うん、ポケモンはね、まあ、バンダイでもちょこちょこでとるけどもね。まあ、おもちゃとかね。うん、まあ、ポケモンは、 ほとんどがタカアトミー、おもちゃで言うと、タカアトミーで発売しています。もんでね、うん。ポケモンは、まあゲームで登場したがね、これも平成生まれだからね、ポケモンもね、うん。まあね、あの、ね、ね、ポケモンも含まれています。もんでね、うん、おもちゃとしてね、うん。 まあ、あの、1996年ぐらいにモンスターコレクションが誕生しましたもんね、うん。確かあの、ミューまでがモンスターボール型のケースがついてあってね、まあ、クリア、クリアパーツ、クリアのね、うん。まあ、あの、の、えっと、ね、9、まあ、あの、確か か、ねモンスターコレクションからは、エレブかカビゴンぐらいで、ねモンスターコレクションになったんかなと思いますね。うん。モンコレクションすげえな、でもね。<laughs> そして、90年代最後の、なると、あの、ベイブレードが、流行が誕生しましたね。うん。2000年代になったら、ベイブレードがね、 ね大ブームを起こして、ねえ、買えんかった子が、いっぱいおったからな、うん。ベイブレードが売り切れて、ねね子供たちが、ねバわーばーギャーギャー騒いとったからな。ベイブレード、よう、生産できないからな、できなかったせいで、わーばーギャーギャーギャー、バーワーギャーギャーも,もう言っとったもんな、うん。あ、言い忘れたけどもね、 ゾイドも、あの、昭和、一応ね、昭和生まれだもんでね、ゾイドも、ここには、ありません、ね。うん。まあ、ここにあるのは平成生まれの玩具でもありますね。うん。次は2000年代になるけども、2000年代ね、ちょっとね、あんましい、ね、おもちゃとかは、 まあ、あんまあ思いつかんけどもね。まあ確かあの、デューケントとかさ、ね。あの、レスキューフォースとか、トミカヒーローとかもおったもんな。あ、トミカヒーローはトミカに入るからな。あ、これも含まれてないな。うん。まあ平成で言うとね、まああの、デュエル、デュエルマスターズが登場した、た年でもあります。 確かあの、2001年か、2000年、2000年ぐらいかなうん。まあね、あの、ね、ディエルマスターズの漫画は、最初はね、あの、マジック・ザ・キャサリンという、ね、あの、海外から出てきた、あの、カード、カードゲームから、カードゲームを使っ、使われていたもんでね、 デュエマが入った時は、2000年から2001年ぐらいに、に、登場したのもありますね。うん。まあね、次が2000年で言うと、稲妻11が登場しましたね。うん。まあね、あの、高富では、ね、稲妻11の、あの、 ね、カードゲームがようで撮ったからな、<laughs> 正直言うとね、うん。まあ、それでね、カードゲーム、まあ、あの、確か2009年か2008年ぐらいに、ね、出て、確かカードゲームが出てさ、ね、うん。そんな感じだと思います。まあ、だけどもね、ね、えっと、トラン 2007年にあのトランスフォーマーの映画が大ヒットしたんだけども、ね、ちょっとトランスフォーマーは昭和生まれだもんねね、そ、ここには含まれていません。ね、うん。ね、うん、そうけどな。あの2010年に行きますよ。2010年では今も、もうで、出ているさ、今あの復活したばかりのね、爆画、タカトミーとして、 で、登場したん、登場しましたけどね、うん。でも爆眼で、爆眼なんですがね、まあ、あのね、もともとはセガトイズになった、なったもんでね、うん。まあ、セガトイズのものだったんですが、ね、まあ、今年復活でね、あの、タカアトミーから発売してくれたもんでね、新しいやつがね、まあ、それでね、まあ、 ね、あ,あの、セガトイズではもともとセガトイズで発売したやつなんですがね、まあ今あの、の、復活されたもんでね、こっちに入れときました、ね、うん。まあ爆弾でね、うん。そして、最後に2010年でね、ね、こんなおもちゃ、はや、なんですがね、まあ、キラッとプリちゃんのね、うん、プリちゃん、 プリちゃんでね、まあ、ね、プリちゃんは、もともとあの、プリティリズムから始まった、プリティシリーズでもあって、ね、うん。まあ、あの、プリティリズ、プリティシリーズでも、まあ、あの、おもちゃは発売しとったがね、うん。まあ、でも9年続い、続いとるもんな、プリティシリーズ、ね、正直言うと。まあ、ね、 ねまあ、プリティシリーズもね、ねまあ、あの、来年はどんな10、今年で10周年になるもんでね、どんな感じになるのかは、まだわかんないけどな、うん。まあね、これが、ねね平成さ最後、あ、言い忘れた。でもね、あの、パズドラがね、ね確か登場した、 た、年代でもあるな、2010年。は、まあ、ね、うん。ここには、ガング、まあここにはないけどもね、パズドラも確か登場しました。ね、うん。まあね、ね、こんなにさ、まあ、まあ、これはね、全部あの、タカトミーから出た、おもちゃでもありますね、うん。まあね、こんな感じに、 タカートミーのおもちゃは、まあ、まあ、こまあ、あの、平成って、ね、タカートミーのおもちゃはこんな感じに出ました。ね、うん。まあ、2006年からは、タカ、ートトミーが合併したもんでね。タカートミーになったのもそうだしさ、うん。その前はタカートトミーで、まだ分、 合併しない時だったもんね。それも含まれていましたからね。うん。まあね。あの、平成で発売したやつが、ね。令和になるとどんな感じになるだろうな。<laughs> これまだレビューしてないやつだもんでね。いっぱいあるな。<laughs> まあちょっとさ、ね。ちょっとやる時間がなかったもんでね。 ここにちょっと放置していますもんでね。うん。まあ、ビーダーマンもまだレビューもしてないもんでな。うん。まあ、これもそうだしさ。うん、ちょっとねかん。まあ、ミクロマンもまだまだレビューしてないからな。<laughs> まあ、平成生まれのミクロマンなんですがね。うん。あ、そうだ。確か、ウィクロスもね、あの、 平成生まれだな。カードゲームで言うとね。うん。まあ、懐かしいな。まあ、いや、ミクロス、ミクロスは2010年から登場したらしい。いや、2014年から登場したやった大人向きのカードゲームだもんね。ねまあね。ねえ、まあ女の子ばっかのやつだからな。<laughs> まあね、ちょっとレビューしてないやつがいっぱい。 いいっぱありますかなこれはちょっとね、令和になったらね、レビューしようかなと思っていますがね、時間がたっぷりあんまない、時間があんまないからな。<laughs> まあねあの、レビューができる,るようになったレビューをしていきたいと思います。まあ、まあ、ちなみにこれ、ゾイドはあのレビュー済みだもんでね、これね、うん。まあゾイドは まあ関係ないけどね、うん、こちら箱にまだ箱に入ってるやつは箱とあのブリスターに開いてないやつはねあのレビューしていきたいと思いますというわけでねあの平成を語った動画いかがでしょうかねうん今日でねあの平成が終わる日でもありますねうんまあねちょっとね寂しい。 のもああるしさあーもう終わるんかーでもあります。もんでねまあねちょっと寂しい気分でもあるしさこれでもう終わったなーという気持ちもあります。ねうん皆さんどういう気持ちかなうんまあそうだなあのー、ね,ねえ,えっとへまあ天皇がささあ 単位を決めたもんでね、まあ天皇ね、あの、正し、天皇はあの正しい、選択はあの正しいと思いました。ね、本当にね。うん、まあね、ちょっと昭和から平成になったのはね、ちょっとね、大変だったのもあったからな、うん。まあ、あの昭和天皇がね、いきなり亡く、昭和天皇があの亡くなられて、 でさあねうん、まあ退院せずにね亡くなれてね、うん、いきなりだったもんでねちょっとね,ねわーわーわーギャ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 騒いとってねそれでね平成になっちゃったもんでな、うん、ちょっとな, <laughs> なその時は大変だったもんでね、うん、でも退院したおかげでね,ねまあ大変だった ところは,は全くありませんまあねちょうどねあのね死ぬ前まあ天皇陛下が,が死ぬ前にさ,さあ,あの退院,退院してくれてね本当に良かったと思います。ねうん、まあね退院はいいと思います。 もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、あ平成が終わると寂しいなとか、ね、あー、令和になるか、明日から令和だな、でもいいので、ね、ぜひ、ね、コメントに書いてください。あとね、まあ、平成最後に言うけどもね、僕ね、あの、軽度の知的障害持っとるもんでね、そのせいか、ね、 仮説悪かったりさ。あとね、喋り方になんか違和感、この人あるなっていう人もおる人も、おる人も,もうおるもんでね、そこだけはご理解お願いします。あとね、あの、新しい動画見たい人は、ね、まあ、早く新しい動画見たい人は、チャンネル登録をおすすめします。ね。まあね、僕ね、あのー、ずっと前言っとったけどね、 あの平,平成まあ昭和生まれだけどもねまああの平成のことしかねあんましね分かっとらんもんでね <laughs> まあね,ね今んところねやり残したのはちょっとあ、ね、こっちにあるあの玩具まあまだ開けてないやつ,やつの玩具レビューをやってやってなかったのとさ あとね、ね、あの、単位とか、いや、あとは、まあいや、まあそれだけかな。あの、やり残し、平成でやり残した,たん、平成でやり残したのはな、うん、まあそこだけは悔いは残っとるが、ね、うん、まあね、でもな、平成はね、まあ、 平成終わるのもね、終わり良ければすべてよしっていうことでもあります。まあね、すべては、あの、終わりよければすべてよしと思います。もんでね、うん。ああ、すべてよかったな、平成ね。うん。よかったのもそうだしさ、ちょっとね、悲しいのもあったり、もうあったもんでね、まあね、 ね、君まあみんなは、まあ、平成はどうも思いましたかねうん悲しいことばっか続いとったかな嬉しいことがいっぱい起きたかなみんな平成は、まあ、どんなふうに過ごしたかなうんまあ平成生まれはな平成のままだけどもね昭和生まれの方は そんな感じに過ごしたかな、うん、平成はね。うんまあ、そうだな、うん。まあ、以上をもちましてね、まあ、これ、平成最後の動画なんですがね、まあね、あの、バターの、あの、平成を語ってみた動画を終わります。そんじゃあ、平成ありがとうございました。そんじゃ、ね 次はあの令和だもんでねままあここ、まああのあ、ー、っね明日令和になるもんでねあーの次の動画でお会いしましょうまたでしたバイバーイ衛征ありがとうとこんにちは、ま、令和からまたねー